こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人の男性が投資をすべきアイテム5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。最近ですね、僕のチャンネルの中では結構40代の大人の男性に向けた情報をですね、多めに出すようにしてるんですね。これなぜかというと、結構ですね、10代、20代に向けてのファッション情報というのは YouTube の中に多かったりするんですが、まあ30代以上、特に40代の男性ぐらいの情報ってそんなに多くないんですね。そして僕自身も今40代ということもありますし、これぐらいの年代になると今までのファッションだとちょっとしっくりこないな、これからどうしようかなという形で悩む方非常に多いようなタイミングかと思うので、僕のチャンネルでは40代の大人の男性に向けたファッション情報をどんどん出していきたいなと思ってるんですが、今回のテーマなんですけども、まあいろんなファッションアイテムがありますと、その中でも特に40代の大人世代だったらここら辺はしっかりと投資をした方がいいですよというものを、僕の実体験を踏まえながら5つ皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。もちろんですね、ファッションアイテムにはいろんなものがあるんですが、どれもこれもに投資をすることは不可能です。そうしたらいくら予算があっても足りないので、基本的にはユニクロだとか GU だとかグローバルワークだとか無印良品だとか、こういったコストパフォーマンスを高いような領域からアイテムを選ぶことも重要なんですが、ただそれだけで全身を構成するとちょっとこう厚みがなかったり深みが出なかったりするのも僕ら世代の一つの悩みの種かなと思うんですね。ですので、ある程度価格帯をミックスすることが大事だということが僕の中での主張の一つなんですけども、今回はじゃあどのアイテムにお金をですね投資をすればより全体として素敵に見えるのかということで、5種類ですね、僕の私物を持ってきましたので、皆さんにちょっと熱量たっぷりで解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的にですね、40代の大人世代が投資をすべきアイテム一つずつ皆さんにですね丁寧に解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちらにも出ているように靴ですね。これはしっかりと投資をすべきジャンルかなと思います。僕の過去の動画を見ていただくと分かる通り、靴に関する情報は定期的に出しているんですが、実はですねこのジャンルはあまりユニクロですとか GU ですとか、そういった価格帯を抑えたものってあんまり出してないんですね。というのも、靴っていうのは結構ですねファッションアイテムの中で先端にあるので目立ちますし、そんなに僕は量は必要ないと思ってるんですね。ライフスタイルを考えた上で本当にですね、普段のシューズであれば3足ぐらいあればいいと思いますし、お仕事のシューズも2、3足あれば結構回ってしまう方は少なくないかなと思うので、まあ、そのような結構量は必要ないものはしっかりと投資をした方が見栄えがいいのと、靴に関しては気分が上がるかどうかっていうところも結構大きかったりするので、ここにはしっかりと投資をすべきだという考え方を持っているので、まあ、僕はですねぜひ大人の男性には靴はですねしっかりと選んでいただきたいなと思っているんですが、まあ、靴といっても僕は大きく2つの種類に分けられるかなと思っているんですね。例えば今僕が持っているようなこのようなレザー系のシューズですね。今ローファーを持っていますが、まあかつては靴にこだわりましょうといった時に革靴を僕はご紹介することが多かったんですね。まあローファーだとか、あとは U チップのシューズだとか、ビジネス用のストレートチップだとか、こういったものはちゃんと買いましょうということをよくお伝えしていたんですが、まあ、最近はですねライフスタイルがどんどん変わっていってカジュアルな方向に触れてきてるかなと思うんですね。その中で結構革靴の立ち位置というのはかなり出番が少なくなってきてるかなと思います。僕自身もこのようなローファーっていうのはですね割と履く機会は数年前まではあったんですけど、今では本当に履く機会が減りました。まあ子供の入学式だとかレストランにご飯食べに行くときだとか、まあ本当に年に数回履くぐらいで、それ以外はもうスニーカーを履くことの方が圧倒的に多いんですね。なのでかつてであればこの革靴にしっかり投資をしましょうという表現だったんですが、今では普段しっかりとよく履くようなスニーカーでも構いません。皆さんのライフスタイルを考えた上で登場回数が多いものにしっかりと投資をしていくのが僕はいいんじゃないのかなと思います。まあ、スニーカーは本当に安い値段から買えるんですけども、自分が
テンションが上がるようなちゃんとしたスニーカーを一足でもいいので揃えておくと40代以降の男性はいいんじゃないのかなと思います。まあ、例えば今回持ってきたのはニューバランスのスニーカーですね。まあ、最近ですね、僕の動画の中でも出てくる機会が多くなりましたが、ここ数年のトレンドアイテムの一つであり、長年根強いファンがいるのがこのニューバランスの領域なんですね。まあ、このニューバランスの人気というのは一過性のものではなくて、これからもですね、一定の人気は続くかなと思っているので、まあ、その中で自分の気に入るようなお気に入りの一足に投資をしてみるのは僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、詳しくはニューバランスの動画他にもたくさんあると思うので見ていただきたいなと思うんですが、僕の中ではこちら 990V6 というモデルをですね今年購入をしました。まあ、990番台っていうのは結構ファンの多いですねニューバランスの人気の方になっているんですけども、その中でも最新の 990V6 というのはちょっとデザイン的にはエッジが効いてるんですね。 990V5は割とこう都会的でデザイン的にもそこまで癖がないので大人世代には使いやすいかなと思うんですが、それに比べて V6 に関しては結構ソールも厚みがありますし、前がですねグッとこうえぐれるようにやや弧を描いているので、少しデザイン的にはエッジが効いてるかなと思うんですね。この癖をどう取るかは人それぞれで、好きっていう方もいれば結構苦手っていう方も多かったりするんですが、そのですね賛否両論を巻き起こすあたりが個人的には好きだったりするので、まあこれ最近よく気に入って履いているんですけども、このように990番台は正直ですね値段安くないんですね。3万円オーバーという形で、もう本当に革靴とあんまり変わらないぐらいの価格帯で、まあ買うのちょっとバカバカしいなと思う方も多いと思います。ただやはり40代以降の大人の男性が所有欲だとか履いた時に気分が上がるかっていうところで考えると、まあ一定の価格以上のものを持っておいた方が僕は特別感があるのかなと思います。まあ、2万円台とかでもいいと思いますし、ご自身がいつも履いている安心領域ですね、スニーカーだったらまあ1万5000円ぐらいまでが安心領域だなっていう方だったら、2万円台のものをちょっと一足買ってみるだとか、2万円台のものはちょっと持っていたら3万円台のを持ってみるだとか、まあ、そのようにいつもよりも半歩先ぐらいの価格帯のものが一足あると結構気分も上がりますし、全体の着こなしの中でこういった足元ですね、スニーカーなのかローファーなのか、そのあたりは皆さんの判断にお任せしますが、足元にしっかりと投資をされているだけで結構全身ユニクロであっても説得力っていうのがちょっと変わってくるかなと思うんですね。ユニクロを高見えさせてくれるのは小物の存在だと僕は思っているので、まあ、このような靴に関しては皆さんのライフスタイルに合わせて一足勝負靴と呼ばれるような革靴なのかスニーカーなのか、ぜひ皆さんも揃えていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、ここにですねいくつか山になって置いてありますが、バッグですね。ここも40代の大人世代であればしっかりと投資をした方がいいアイテムかなと思います。このジャンルも先ほどの靴と同様に、僕の動画の中ではあんまりですねプチプラ系のブランドでご紹介することは多くないジャンルなんですね。バッグもそうそう数は必要ないかなと思っていまして、自分のライフスタイルに合ったものがもう2個とか3個あれば十分かなと思うので、ここにもちゃんと投資をした方がいいかなと思ってるんですね。まあ、ユニクロの人気のバッグとかもあったりします。そういったものもトレンド感があって、それまたですね着こなしの中によく効いてくれるかなと思うんですが、40代以上の大人世代であればバッグにはある程度投資をした方が全体の着こなしがグッと締まるので、まあ、ぜひこの部分にもですね投資をしていただきたいなと思っています。まあバッグといってもいろんなジャンルがあります。ショルダーバッグがあったりだとか、バックパックがあったりだとか、まあ本当にですねいろんなものがありますが、まあ僕の中では欠かせないのがブラック系のトートバッグなんですね。このジャンルは好きでもう十数年ぐらいですねいろんなものを購入してきました。僕自身もライフスタイルが変わってきて、まあかつてはちょっと大きめのですねブラック系のトートバッグを使っていたんですが、もうちょっとコンパクトでもいいかなというところでサイズ感だとか質感が徐々に変わってきたんですね。まあ、例えばですね今3つご用意してるんですが、まあかつては僕の動画の中でもよく出していましたが、こちらですね結構大きいんですよ。まあ一番気に入っていると言ってもいいバッグなんですが、最近は実は登場機会はかなり減ってきています。これはサンローランのレザートートバッグで、
今からもう6年ぐらい前に買ったものかな。もう今現行ではないんですけども、シンプルなブラックのトートバッグにイヴ・サンローランのですねロゴがよく見るとパンチングで穴開いてるという形でですね、この部分ですね、まあ、すごくこう行き過ぎないブランド感というところがあってかなり好きだったので、未だにですねメルカリとかで売らないで取っておいてあるんですが、まあ、このようなバッグにはやっぱり投資をしました。持つだけでやっぱり気分が上がるんですよ、まあ、僕はブランド物の服だとかアイテムってそんなに買わないんですけども、革小物ぐらいはちょっと使ってみるのはいいかなと思っていまして、だけどもブランドの主張ですね、そこは前に出過ぎない方が良くて、サンローランのロゴもここにですね見えるか見えないかぐらいのうっすらと入ってるぐらいで、まあ、パンチングも遠くから見たら全くわからないので、このあたりがまあ結構品が良くて好きだなというバッグだったんですね。ただこれ最近あんまり使ってなくて、今よく使っているのはこちらの2つなんですね。まず1つがもうほとんど見た目変わんないんですけども、これトゥモローランドで購入して今も多分売っています。アーというバッグ専門ブランドにトゥモローランドが別注をかけたレザーのバッグになっていまして、革の質感ですね、しっかりと厚みがあって堅牢なんですね。革のしぼ感もしっかりと見えて、もうシンプルなデザインだけに素材感勝負というところがあって、ここがですねすごく個人的には気に入ってる部分ですね。でサイズ感もイヴ・サンローランのものと比べるとですねかなり違うんですよ。まあこれぐらい大きい方が男っぽくてなんか様にもなるんですけども、実際はこんなに荷物量って今ないんですね。僕外出するときにも、まあこちら今ありますけども MacBook Pro の13インチこれは持ちますけども、それ以外そんなに荷物って多くないので、これだと結構量的には持て余してしまうんですね。なのでこれぐらいのコンパクトなものの方が良いなという結論に至りました。だけどもバッグもちっちゃければいいってもんじゃなくて、小さすぎるとなんか女性っぽくなってしまうんですよね。そのギリギリのラインをついてるのがこのアーのバッグだなと思っていまして、質感もそうだしブランドロゴも全く出てないところが様々な着こなしに合いやすいので、まあ今一番使ってるのはこちらのバッグです。これもですねちゃんと投資をして買いました。まあ安くはないんだけども、イヴさんローランとかこうブランド名がつくものに比べればだいぶ抑えめの価格になります。まあぜひ皆さんもサイトでチェックしていただきたいなと思うんですが、それとですねもうちょっとラフな形のレザートートという形で、これ結構ふにゃふにゃな感じがまたいいなと思ってまして、まあ、キャンパストートみたいなものを薄いレザーで作りましたみたいな感じで、サイズ感はですねこちらの R よりもちょっと高さはあるんだけど横幅はコンパクトっていう感じになっています。これがですねエンダースキーマのですねレザートートバッグなんですね。これ軽くて日常使いにはすごくいいので、オンなんだけどもちょっといろんなお店を回りたいなって時にはこれをメインに使っています。これはさらに価格帯が抑えめになってくるので、レザー系のトートバッグの中ではすごく買いやすいと思います。ただこれをですねキャンパストートにするよりはレザートートにした方がより大人っぽく見えるので、まあ、こういったところにも一定投資をしてあげると大人のこなしとしてはバランスがいいんじゃないのかなと思います。僕はもう割り切っていてブラック系のトートバッグですね、ダークブラウンだとかあとはネイビーだとかそういったものは結構持たなくて、もうブラックの中でいかに素材感だとか重さだとか大きさを変えながら揃えるのかっていうのを意識してるんですけども、自分のライフスタイルに合ったバッグは1個だけでもいいのでちゃんとしたものを選んでみてください。特によく使うものに関しては僕は投資をする価値があって、先ほどの靴もそうだしバッグもそうだし、一度買えばそこそこ長く使えるんですよ。トレンドの影響を受けにくいジャンルなので、こういったところには投資をする価値もあるし、全体の着こなしがユニクロ GU グローバルワーク無印であっても高見えさせてくれるような一つのポイントになるので、ぜひバッグにも投資をしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、今僕が身につけている時計ですね。時計に関してはいろいろと思うことがあって、まあ、ちょっと今回しっかりとお話をしたいなと思っているんですね。時計って僕はもういらないなと思ってたんですよ、ずっと。まあ、特に10年くらい前までは、まあ、時計ってなんかそこにお金をかけるっていう思考が僕にはよくわかんなかったんですね。僕は今41歳ですけども、僕よりももうちょい上の世代は結構時計に対して思い入れがあったりだとか、良い時計が欲しいなっていうような、そういった欲求を持っている方が多かったんですが、僕らぐらいのアラフォーぐらいだと結構時計に関しては冷静な見方をしていて、
スマホでいいじゃんとか、Apple Watch でいいじゃんとかっていうような考え方が非常に多いかなと思うんですね、今でも。なので、ここに投資をする価値って僕はあんまり感じなかったんですが、まあ8年ぐらい前にですね、1冊目の著書を出した時にですね、一つ記念として、あえて時計を買ってみたわけなんですが、正直自分の中では重要度が高いというよりは、一つなんか記念になるもの、普段の自分だったら買わない意外性のあるものが買いたいってことで時計を買ったっていう感じなんですが、まあそれからまあ8年くらいが経って今感じていることは、時計というのは実用性っていうものは本当にあんまり関係ないと思っています。というのも、今も時計を毎日のようにしていますが、こうやって時間を見ることって実はあんまり多くなくて、ついついスマホを見てしまったりする習慣が抜けないんですね。なので実用性っていうところで言うと、あんまり重要性は感じなくて、あとはですね、Apple Watch みたいなものも僕はしばらく使ってたんですね。3年くらい前かな、買ってですね、それも愛用していたんですが、まああれはあれですごく便利で良かったんですが、手元でいろんな情報がわかるというところですね。メールが来たらすぐにわかるし、いろんな計測もできるし、寝てる時にすれば、まあ、睡眠の状態とかもチェックすることができるし、まあいろいろと最初のうちは使ってみたんですが、むしろその機能性が僕にとってはちょっとこう邪魔になってきた瞬間があるんですね。まあ僕自身今スマホだとか Apple Watch だとか、まあデジタル系のアイテムはすごく便利でありがたいんだけども、なるべく距離を置くようにしてるんですね。そうしないと結構ですね、日々バタバタで生活してるのに時間が取られちゃうんですよ。気づいたらいろんなアプリを使って何かをやってたりだとか、動画を見ていたりだとか、そういったことにですね、結構時間を使ってしまったりするし、あとは手元に Apple Watch があることで、逐一メールチェックできることで、家族と一緒に過ごしている時についつい時計が気になってしまったりだとか、自分のこう集中力が削がれる瞬間が多かったりしたので、 Apple Watch も通知とかはほとんど消してしまって、なるべくシンプルな機能だけにしてしまったんですね。その結果、これ特にアップルウォッチじゃなくても良くないっていうところに至って、最近はもうアップルウォッチは奥さんにあげてしまって、この時計1本だけで過ごしてるんですね。で、何が言いたいのかというと、時計って機能的な部分ですね、時間がわかるだとか、あとはスマートウォッチであればいろんな機能ですね、それが凝縮されていて便利なんだけども、その便利さって僕にとってはそんなに重要じゃなかったってことなんですね。じゃあなぜ時計をしてるのかっていうと、これはもうアクセサリーなんだなと思いました。手元にアクセサリーをするという意味で、左手にしっかりと時計があることで、なんかアクセント要素として活躍してくれるんですよね。そういった装飾性っていうところにおいて、時計というのはチャラチャラした感じもしないし、自然とつけることもできるので、まあすごく便利だし、そこにプラスしてたまに時間を見ると、それぐらいの機能性があれば僕にとっては重要だなと思っているので、まあ、この時計というものですね、40代以降の大人の男性であれば、もうこれアクセサリーだと思って持つというのが、まあ、一つ回答になるかなと思います。あともう一つ重要なのは、ちょっと頑張っていい時計を買ってそれを身につけていると、気分が上がる、テンションが上がる、そして自信が高まるというところでは、この8年間はものすごく恩恵を受けてきたなと思います。正直この時計安くなかったです。そしてこの前オーバーホールに出したんですけども、まあいわゆる車で言うと車検みたいなもんなんですが、まあいろいろとですね、中身を開けてメンテナンスをしてもらったわけなんですけども、それにもお金がかかるんですよ。もう正直バカらしいんですけども、ただこの8年間僕の腕に常にいてくれて、つけるたびにテンションが上がるっていうのは今でも変わらないんですね。で、これをしていることで自分自身に一定の自信も持てたりするので、そういった意味では良い投資だったなと思います。まあ、時計も結構ピンキリでいろんな価格帯があるので、どのあたりを買うかは人それぞれかなと思うんですが、40代以上の大人世代が、まあ、手元にですね、何か言い訳をせずにですね、アクセサリーをつけるのであれば、やっぱりこのリングだとかバングルだとかってチャラく見えるんですよ。だってなくてもいいじゃないですか。実用性ゼロなので、このようなものはもう趣味の領域なんだけども、時計は唯一装飾品として自然に身につけられるので、これはあってもいいんじゃないのかなと思います。まあ、ビジネスの場面でもオフでもつけられて、なおかつ気分が上がるというものを皆さんも一個持っておくといいかなと思います。まあ、過去の僕の動画の中で時計についても言及しているものがあります。価格帯別で予算これぐらいだったらこんな時計がいいかなっていうところもお伝えしているので、まあ、ぜひですね、皆さんにとってちょっと心理的なハード
ードルがやや高いぐらいの時計ですね。まあ、ヴィンテージのものでもいいし、中古品でも割とですね、定価よりは安く買えたりするので、まあ、そういったものでもいいので、時計は1個あると、大人の男性の着こなしをぐっと締めてくれるし、高見えさせてくれるし、なおかつこれも流行だとかトレンドの影響をそこまで受けにくいので、1個持っておくのもいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今回ご紹介するものの中で唯一のお洋服がこちらの4点目のアイテムになるんですが、ちょっと手元にはなくて後ろにかかっているので持ってきますね。こちらです。4点目はこちら、ジャケットになります。僕はジャケットというアイテムが大好きで、これまでに本当にいろんなものを買ってきました。特にですね、イタリア系ファッションが好きだった頃にはもう本当にですね、毎日のようにジャケットを着ていましたし、あらゆるブランドのですね、ジャケットを着たんですけども、最近では本当にジャケットの着用回数が減りまして、点数もそれだけ減ってしまったんですが、それでもやっぱり気に入ったものというか、着ると自信が高まるものは一着でもいいので揃えておいた方がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、今回はちょっとですね、雰囲気の異なる2着を持ってきているんですね。1着目はこちらはですね、キャバンというブランドのデニムのジャケットになります。シングではなくてダブルになっているのが特徴的なんですが、サイズ感はちょっとゆったりめで現代的なジャケットですね。アウター感覚でさらりと着ることが多くて、よく動画の中でも着ているので見たことがある方もいらっしゃるかなと思います。一方でこちらはですね、シンプルなネイビー無地のジャケットになっています。先ほどもお伝えしましたが、イタリア系のブランドが大好きで、よく着ていた時代からの名残でですね、タリアトレというブランドですね、イタリアのブランドのものなんですが、実はネイビーのジャケットの内側にはですね、ボトムスも入っていまして、セットアップで着用することができるような、そんな一着になっています。まあ、このようなジャケットというのはやっぱりですね、着るときにはちょっとかしこまった場面だと思うんですね。プライベートだったら食事に行く時だとか、あとはお仕事なんかでもこういったジャケットを使うこともあるかなと思います。僕は仕事でもこういったデニムのジャケット着ちゃうので、オンオフ兼用だったりするんですけども、まあ、多くの方はネイビーのセットアップですね。最近はスーツを着ることがあんまり多くなくなってきていて、ネイビーのセットアップだとかネイビージャケットだけでいいという職場も結構増えてるかなと思います。まあ、デイリーで使うようなそういったジャケットに関しては価格帯を抑えてもいいと思うんですが、ここぞという時の自信を持って振る舞えるようなジャケットですね。そういったものはしっかりめに投資をしてみるのは僕はいいんじゃないのかなと思います。まあ、価格帯は人それぞれどのあたりが最適なのかは変わってくるかなと思うんですね。ただ一つだけ言えるのは、ユニクロとかでもジャケット素敵なものが揃うんですが、大切なのは着ていて気分が上がるかどうか、自信を持てるかどうかなので、そういったところはコストパフォーマンスで選ぶのではなくて、自信が持てるような価格帯のものですね。それを選んでいただくといいかなと思います。まあ、このあたりのイタリアブランドとかキャバンは結構僕の中では超頑張って買ったものなので、なかなか一般的なものではないかなと思うんですが、セレクトショップのオリジナルとかでもいいと思います。サイズがなかなか合わないのであれば、セミオーダーをしてみるのもいいと思います。自分の感覚だとか体にフィットしたちょっと頑張った価格帯のジャケットは必ず皆さんに自信を授けてくれるものかなと思うので、ちょっと頑張って投資をして買ってみることをお勧めしたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目の40代が投資をすべきアイテムなんですが、これはですね、お財布ですね。こちらにあるようなお財布です。このアイテムもですね、言うまでもなくすごく大人の男性にとっては大事なアイテムの一つなのかなと思います。僕も財布はすごくこだわりがあって、今までいろんなものを買ってきました。ブランドもそうだし、あとは形状もそうだし、いろんなものを試してきたんですね。例えば10年ぐらい前までは長財布が結構流行っていましたよね。僕もすごく単純な頭の持ち主なので、できる人は長財布だとか、お金を持っている社長さんはみんな長財布みたいな言葉をですね、真に受けて、よし形から入ろうってことで、独立当初ですね、全然お金もなかったのに長財布を持っていたりしたわけなんですね。まあ、しばらく長財布ブームが僕の中ではありまして、いろんなブランドを持ってきました。まあ、いわゆるこう老舗系のブランド
ランドのホワイトハウスコックスだとか、エッティンガーだとか、そのあたりも持ったし、あとはサンローランだとか、セリーヌだとか、そのあたりも使いました。だけどもだんだんですね、長財布自体がちょっとこう、大きいし、自分のライフスタイルに合わなくなってきたなっていうタイミングがあったんですね。まあそもそも僕はお財布の中にいっぱいお金を入れて持ち歩くようなタイプでもないんですよ。もう必要最低限のお金しか入れないタイプだったし、だんだんですね、スマホ決済ができるようになってきて、僕はそういった新しいものにはいち早く飛びつく方なので、まあ結構 Apple Pay とか早い段階で使い始めたので、それからはもう長財布をやめて、なるべく財布を小型化していこうという形でいろんなものを試したんですね。まあその結果、最終的にはですね、カードのみ持ち歩くみたいな時もあったりだとか、もう本当にこう無印のケースに入れて持ち歩くだとか、そういった時期もあったんですね。かなり極端な方向まで振った時もあったんですが、やっぱり大人世代が財布を持つ時にはですね、ある程度気分が上がったりだとか、まあ他人から見られた時に恥ずかしくない形状であることも重要だなということで、まあいろいろと検討した結果、最近落ち着いているのは僕の中ではこの2つのタイプなんですね。実はオンとオフで分けるようにしていまして、オンで使っているお財布がこちら、メゾンマルジェラのですね、レザーの2つ折りの財布になっています。ちょっと中は見せづらいのでこのような形で開けてお札も入るし、まあカードも入れるところがあって、あとはここですね、小銭入れも収納することができるというようなお財布になっています。まあ小銭って結構かさばるので、まあなるべく持ちたくないですが、意外とゼロにもできなかったですので、必要最低限の小銭を入れているという状態です。まあこれぐらいがまあちょうどいいかなとは思っていまして、まあ基本的にはビジネスのシーンではカバンの中に収納することが多いので、少し厚みがあっても大丈夫かなというところでこれをメインとして使っています。まあ、メゾンマルジェラというのはデザイン的にはまあすごくこうミニマルで使いやすいようなデザイナーズブランドの中ではそこまでですね、財布においてはエッジが立ってないかなと思うんですね。まあ、分かりやすいところで言うと、このですね、4つのステッチの入ったこのブランドを象徴するようなロゴですね、この部分だけは特徴的なんですが、見る人が見たら分かるけど普通はあんまり分からないよぐらいの自己満足的なアイテムかなと思います。まあ、お財布だとかバッグみたいなものはちょっとですね、ブランドものを取り入れてみるのも個人的には悪くないなと思ってるんですね。結構マルジェラの服とかも T シャツとかは持ってたりするんですが、それ以外は結構値段高くて手が出ないし、エッジも効きすぎてるので意外と僕の中では使うことがないんですが、こういった小物なんかは結構良くて、スニーカーだとかあとはお財布だとか、そういったレザー系の小物はですね、よく使うようにしています。一方で僕が普段ですね、休日に使ってるお財布っていうのはこちらなんですね。なるべくコンパクトな L 字タイプのジップですね。こういったものが僕のライフスタイルには合っていて、ほとんど決済はスマホなので現金はあんまり使わないんですね。あとはまあカードももちろん入っているので、まあ、ビジネス用のカードがこっちには入っていて、プライベート用のカードはこちらには入っているということになります。一応小銭も入ってるんですが、小銭もですね、これどうしても必要なんですね。一応2児のパパをやっておりますので、そうなると休日に急にですね、ガチャガチャがやりたいだとか、ちょっとゲーセンの近くを取ったら100円200円必要になることもあるので、まあ必要最低限の小銭も入っていて、カードだとかあとはお札もこの中に全部収納してしまってるんですね。なのでこういったタイプのお財布持っていますが、こちらはエンダースキーマというブランドのものですね。先ほどですね、レザー系のトートバッグでもご紹介しましたが、まあ、最近旬なブランドの一つで、レザーの質感もいいし、まあこの世界観ですね、まあ基本的にはミニマルなデザインなんだけども、デザイン的にもちょっとエッジが効いているというか、毒気も少し感じるところが好きだったりするんですよね。そのあたりが気に入っていて、オフではこちら、オンではこちらということで使い分けています。まあ、このあたりは皆さんのライフスタイル次第かなと思います。まだまだこう現金を使うことが多くて、仕事上やっぱり長財布の方が様になるんだよなという方は長財布がいいと思います。まあ、このようなコンパクトな財布よりもすごくですね、安定感だとか大人っぽさが出やすいのが長財布だと思うので、それはそれでいいんですけども、コンパクトな財布の方が今っぽさというか、まあ、現代のライフスタイルに合ってるというところでは、これまた他人から見られた時にも恥ずかしくはないジャンルかなと思うんで、まあ、こういった革小物にはちょっとある程度投資をしてあげて、まあ、何年か使ってあげるというのがいいんじゃないのかなと思っています。僕の中では革小物でブランド物といったらサンローランとかマルジェラが割とこうシンプルなデザインで使いやすいかなと思ってますし、それ以外ではもうちょっと今なくなっちゃっていて在庫ある限りですが、
ホワイトハウスコックスだとか、エッティンガーとかもいいと思いますし、ガンドだとか、グレンロイヤルだとか、まあ、そのあたりのですね、財布もいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんの中で、ちょっとこう、ハードルが高いかなって感じるぐらいの気分が上がるお財布をですね、改めて新調してみていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代が投資をすべきアイテム5000ということでお届けをさせていただきました。まあ、全体を通して、まあ、一つ共通点としてあるのは、どのアイテムに関してもトレンドに大きく左右されづらくて、一度買うと複数年使うことができるようなものですね。まあ、こういったものに関しては一定の投資をしてもいいんじゃないのかなと思っていまして、例えば靴ですね。靴はレザーなのかスニーカーなのか、このあたりはライフスタイルによるかなと思うんですが、あとはバッグだとか時計だとかお財布ですね。このあたりはやっぱり流行にはそこまで大きくとらわれないで長く使えるアイテムかなと思います。まあ、一方でジャケットみたいなものは着こなしを主役になるものだし、まあ、ビジネスのシーンでもやっぱり使うものなので、一着でいいのでいいものを持っておくといいのかなというところで、このようにですね、着こなし全部にお金をかける必要はないんですけども、ポイントポイントで投資をしてみることで、その他のアイテムが結構抑えめの価格帯であっても高見えしたりだとか、程よい形でミックスされることでバランスが取れるんですよね。なのでぜひ皆さんもですね、40代の大人世代になったら、このようなアイテム丁寧に1個ずつでいいと思います。無理のない範囲で何年かかけてコツコツと集めていくと、着こなしに奥行きが出たりだとか、より深みが増したりするので、よかったらトライをしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのですね、アイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで、少し通向けのアイテムをですね、皆さんにご紹介していまして、週に2本のオリジナルの動画と、それに合わせて1本ですね、週末にライブ配信をやっています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えしながらワイワイと楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見ることができない方のためにオンラインサロンも開催をしています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っていまして、僕も毎日記事を書いています。まあ、大体ですね、一記事あたり2分ぐらいで読めるので、まあ、時短もありますし、最新のおすすめのアイテムがサクッと知ることができるので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。